皆さんこんにちは、ワクボリです。今回は木材を販売することにしましたので、その告知動画となります。販売する木材はこちらになります。材質はジェルトン。なぜ突然木材を販売するということを言い出したかというと、実は理由がありまして、こちら、いつも見ながら掘れる木彫り動画で、僕のチャンネルよく使っているダイソーの角材なんですが、実はこの木材がとても今品薄状態となっています。僕は3ヶ月間、骨折して木彫りしていなかったんですが、その間にもダイソーのこの木材が売られているコーナーは、常に品切れ状態でした。その後1回補充されたんですが、それも今は品切れで、しばらく補充されていない状態になっています。店員さんに聞いてみたところ、木材の原材料価格が上がっていて、元売り、生産の方でいつ補充できるかわからない状態だというふうに言われました。生産中止というわけではないようですが、ダイソーさんの方でも、いつ補充するかわからない、そういう状態になっているらしいんですね。僕のチャンネルではこの木材とても使用していますし、とても入手しやすくて、かつ柔らかくて、作品も掘れるということで、とても初心者の方が木彫り始めるにはいい木材だなぁと思っていました。なんですが、これからだんだん品薄になって、もしかしたら入ってこないかもしれないとなってくると、ちょっと話は別で、そうなってくると見ながら掘れる木彫り動画をやっても、木材が手に入らないということでは、掘ることできませんので、それで今回、自分で木材を用意して販売するということにしました。それではこの切り材の代わりにこのジェルトンの木材代用できるのかというと、この前掘ったこの、メソの木彫り、これはこのジェルトンの木材で掘りました。そしてジェルトンっていうのは、今まで僕が、掘ったこのウサギとか、今手元にはないんですが豚の木彫りとか、このカエルの木彫りもジェルトンで掘っています。霧とジェルトン比べるとどういう特色が違うかというと、まずジェルトンっていうのはあまりこう木目が出ない、目立たない木材になっています。こういうふうに見ても、板目のこういう、こういう脈みたいなものがとても分かりにくい木材になっています。そして霧とジェルトン、どちらも、柔らかい木材という共通点があります。なので硬くて初心者向きではないというような木材ではなくて、初心者の方でも、安心して使えるかなと思います。霧に比べるとちょっとジェルトンの方が、手応えがあるかなという感じはしますが、でジェルトンの方が霧よりも優れているなと思う点としては、この銅管の違いがあります。で銅管っていうのは何かというと、こういうふうに、木材の何というんですかね、この水を通す管になっている部分、それを銅管と言うんですが、霧はちょっとその銅管が、粗いです。なので仕上げても、掘っている時の この銅管が目立ってしまったりするんですが、ジェルトンは、そういったものがほとんど目立ちません。まあ、木材によってはもしかしたら出るものもあるのかなと思うんですが、それでもね、今まで掘ったものの中で銅管が目立つなと感じたことはそれほどありません。というのが、まあ、霧とジェルトンの違いかなと思います。十分、代用できるものだと思います。で今回用意した木材は、サイズ、このダイソーで売っている木材と、同じ幅にしてあります。 3cm×3cm で、長さが 15cm だったかな。なので先端で一つのものを掘った後でも、例えばこれ、切り離してしまった後に残ったところでもう一回掘れるぐらいの長さになっています。なので僕の見ながら掘れる木彫り動画で一緒に掘ってくださってる方の中で、近くにダイソーがないという方であったりとか、ダイソーやセリアはあるけど木材が全然入ってこないという方は、一度試していただけるといいかなと思います。まあ、作品としても、まあ、切材よりも出来上がりのものは、きめ細かくていいのかなと思うので、まあ、ぜひ興味のある方は試していただけたらなと思います。クリーマで販売するので、クリーマのページをコメント欄や概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひそちらから一度見ていただけたらなと思います。ということで今回は木材、切り材に代わるジェルトン材を販売しますという告知の動画となりました。それでは今回の動画はこれでおしまいとなります。また次回の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。